2012年3月、サナテレビはバグダッドの中心部にあるアザミア地区のクーファを訪れて住民にインタビューをしました。マリキ政権の政府省庁から見てもすぐ近くにあるこの地域でさえ水も電気もまともに来ていません。舗装道路、学校、病院もありません。2003年以後の占領とマリキ政権の新自由主義政策の下でイラクの人口の 40% が1日1ドル以下の生活で餓死者さえ出ています。失業率は政府統計でさえ 27% です。民衆は貧困に苦しんでいます。その上10年間に270億ドル約2兆1000億円を投資したはずなのに、今年の夏も気温が50度になっても電気が来ず、クーラーが動きません。資金は汚職に消えてしまったのです。公共サービスをまともに提供しないマリキ政権に住民たちは怒りの声を上げます。バグダッドの中心部にあるクーファで住民がどんなに苦しんでいるのかを示す機会を与えてください。サナテレビにはとても感謝しています。この地域は電気や水や道路の舗装などといった公共サービスがないためにとても苦しんでいます。人間として生活するために当然あるべき学校や病院などでさえないのです。政府や議会、特に住民が選んだクーファ地区の国会議員には不満を訴えたいです。この連中に言いたいです。住民があなたたちを選挙で選んだのだから、答えはただ一つ、住民のための仕事をしなければならないんだとね。少なくとも政府当局は戦車を買うために使った資金をこの地域の学校や病院を建てるために使わなければなりません。どうもありがとうございました。私たちはアザミア地区のクーファの住民です。ここには社会サービスがないためにとても苦しんでいます。舗装道路もないし、電気も水道もありません。その上、学校やホテルもないのです。政府と議会にはここへ来て住民が受けるべき公共サービスを提供してもらいたいんです。選挙の時に政治家がやっていたのと同じように住民の状態を調べに来てほしいんです。選挙の時にある政治家が毎日ここへ来て投票してほしいと頼んでいました。その人物はアミール・アル・キナニーで、ここへやってきて、私は常に皆さんと一緒です。私に投票してくれたら地域の住民の状況を調べるための部屋を作りますと言っていました。しかし、いざ議員に当選してみたら、彼は全く何もしてくれませんでした。وما تقصروا ويانا بس مع الدوري